岐阜ラブは地域研究部、まあ、いつも地域の勉強しますけどね。そうですね、まあ、岐阜ラブ、岐阜ラブなので、はい、そうですね、今日はですね、改まって、はい、改まってでございます。はい、ながら隕石っていうね、あのこれ今日ちょっとテーマにしたいんですけど、ちょっと前にあの全国ガラモンが撮ったやつじゃん。おお、違うよ、ガラモン、ウルトラマンの回世代ちゃうんですよ僕ら。続いてこいよ。ごめんなさい、ごめんなさい。これちょっと前に全国ニュースになってたんですけど、はい、ながら隕石って、まあ、隕石のながらは岐阜の岐阜市の地名なんですけれども、知ってますよ、はい、すいません。これなぜながら隕石かっていうと、まあ、ちょっと前にながら高校の近くの畑で石を見つか、石がある石が見つかったんですね、うん、でそこの拾った方はですね、自分の畑を耕してたら、うん、なんか不思議な形の石があるぞということで、うん、まあ、あの床の間に飾るとすごいかっこいい石だから持って帰ろうっていうことで持って帰ったんですよ。その人は畑仕事ずっとサボってたの？いやいや、そんなことないと思います。いや、毎年行ってたら気づくじゃん。お、なんでですかね。なんかその時たまたま見つけた。その時落ちてきたわけじゃないでしょ。そうです。何年前に落ちてきたわけでしょ。はい、でその石を形、うん、変わった形なので床の間に、うんうん、まあ5、6年飾っていて、でたまたまテレビで見ていたら隕石特集がやってたんですね、うんうん、そしたら自分のとこに置いてある石と似たような石が隕石って特集されていて、これもしかしたら隕石かもしれない、うん、ということで、まあ、岐阜の大学に提供したところ、そんなことしてくれるの岐阜の大学、あのショット判定してくれるんだ、あのすごいね。その自分そのあ、まあ、多分教授とお友達で、うん、でしょうね、はい、そしたらちょっともうちょっと大きいところで調べてみようということで東京大学に送り、うん、送られて、で今回正式に隕石ってことが認められたんですよ。なるほど、はい、なので本当に畑に落ちていた変わった石がまあ、隕石だったっていう、まあ、話。結構大きいんですか、それは。これはですね、あの、車に飾るぐらい。あの、6.5 キロ、うん。当たったら危ないな、これ。あ、おお、そうですね、6.5 キロ。多分、宇宙人がファーって言ってましたよ、上から。はい。これ、あの、ほんと最近で、はい、あの、ま、その石が見つかったのが2012年。うん、で、その登録されたのが2018年の2月なので、うん、まあ、本当に今年。で、この人は寄付しちゃったの？で、この石はですね、うん、今の岐阜市、あの、科学館というところに展示をされていて、うん、その後は多分研究機関に送られる。え？じゃあその人は手放したってこと？ただで？だと、ちょっとただかどうかわかんないで、まあ、でもそうなんですかね。で、あの、6月の30日、6月末まで、うん、今月末まで、あの、岐阜市科学館に行くと見ることができて、うんうん、それ以降はちょっと見れる可能性が低いので、うん、あの、今月中に皆さん見に行ってみてください。高いんですか？うん、すごい価値があるんだよ、隕石。あ、はい。なんか今回のは、国内で発見されたのが14年ぶり。なので、本当に、あの、レアだよ、ということを、あの、おっしゃってました。まあね、あの、隕石をね、なかなか見る機会ないですよね。うん